BSTBS は17日、東京・赤坂の TBS で10月スタートの新番組を紹介する10月期改編説明会を開き、新任の森井ジョ取締役が挨拶した。森井氏は、10月もほぼ変わらない編成で、皆さんに喜んでいただける放送をしたい、と強調。同局はドラマ制作でも定評があるが、キャスターの松原浩二氏、64、が出演する。 報道1930や吉田類の酒場放浪記などの人気番組は不動で山口健一コンテンツ編成つぼねつぼね次長兼編成部長は番組の歴史を大事にしながらブラッシュアップをして中身の濃い番組に育てると同時に攻めた特番も考えていきたいと説明した6月に生中継した世界を転戦する国際大会バレーボールネーションズリーグ VNL の男子日本 米国では個人視聴率2.8%を記録。民放 BS では過去最高視聴率となった。この日、司会を務めた TBS の日々魔王子アナウンサー31は男女日本代表が出場したパリ五輪を現地で取材。男子が準々決勝で惜敗したイタリア戦では、会場のファンは涙、涙でしたが、ネーションズリーグで盛り上げてくれてありがとうと感謝されました。 とエピソードを紹介した。